会社への影響が出る可能性は十分にあると。株価も下落するなど市場の反応もシビアですね。どうもこんにちは、東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの森永真彩です。東洋経済オンライン編集部長の竹政秀明です。チャンネル登録してご覧いただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。本日の3つのポイントはこちらです。1、吉野家の常務が女性蔑視発言をしたことで解任されました。2、解任された伊藤氏は吉野家に女性を集客させた立役者でしたが、今後の成長戦略に影響しそうです。3、消費者と投資家からの信頼回復に向け、吉野家にはガバナンスの構築と真摯な対応が求められます。というわけで今日は吉野家女性蔑視発言で危ぶまれる再成長への道をテーマにお届けします。4月中旬、牛丼チェーン吉野家を運営する吉野家ホールディングスで執行役員を務めていた伊藤正明氏の女性蔑視発言が波紋を広げました。伊藤氏をめぐる問題は、同社が今月発表したばかりの中期経営計画の目玉戦略に影を落としています。竹政さん、吉野家側の対応はどうなったのでしょうか。はい、伊藤氏の発言を重く見た吉野家側は、不適切発言を認めた上で4月19日にはホールディングス事業会社ともに同氏の解任を発表しました。伊藤氏にはどのような役割が吉野家の中であったのでしょうか。牛丼チェーンは男性や少人数客が主要顧客となっており、女性や家族客への訴求というのが積年の課題でした。その戦略のキーマンの一人だったんです。具体的にはどんな施策を伊藤氏は行っていたんですか。小盛りや超特盛りといった新サイズ、はい、高タンパク低糖質なライザップ牛サラダの投入、ポケモンとコラボしたポケモリも展開しました。これらの新商品もあって、加工気味だった既存店の売上高を立て直すっていう起爆剤になっていました。マーケティングに長けた人物だったことで、業界でも一目置かれる存在だったようですね。吉野家ホールディングスは店舗開発面でも新規顧客の取り込みに向けた施策を打ち出していました。クッキング&コーフォート C&C と呼ばれる新型店舗は新規顧客戦略の代表例で、はい、改装した店舗は改装前に比べて女性客が約5割増えました。5割もですか。うん、吉野家は女性蔑視発言騒動の直前に中期経営計画も発表しています。2024年度までの中期経営計画の期間中に新型店舗のクッキング&コンフォートを500店体制として客層を広げるっていうことがさらなる事業成長に資するとのメッセージを発信していました。しかし女性蔑視発言で吉野家への風当たりも強くなってしまいました。常連客コアを増やし、女性や家族連れといった新しい客層モアを獲得する戦略は社内でコア&モア戦略として掲げられていました。その成長戦略に冷や水を浴びせる事態となってしまいます。今後の影響はどのように見ればよいでしょうか。会社側は客足への影響が出る可能性は十分にあるとしています。はい、株価も下落するなど市場の反応もシビアですね。コロナの影響がある程度一服している中で再成長に向けていきなり出花をくじかれた形ですね。吉野家にはですね、消費者と投資家からの信頼回復に向けて、はい、ガバナンスの早期構築と真摯な対応が求められると言えそうですね。ということで本日は東洋経済オンラインより吉野家女性蔑視発言で危ぶまれる再成長への道をテーマに中尾健介記者のレポートをお届けしました。気になった方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。